オリーブの新品種カオリサン号です。香川県小豆島町の旗口さんの農園では、今日今シーズン初めて実が収穫されました。カオリサン号は香川県で主に生産されているミッション種よりも実が大きく、実がしぼんでしまう病気炭素病に強いのが特徴です。小豆島では30以上の農家が育てていて、今年は去年の倍の量の収穫を見込んでいます。 香り3号につきましては非常に食べ応えのある大きさが魅力ですしあのお楽しみいただけたらと思います。